やべ、緊張してきた。笑顔した。皆さん、今日はすごいゲストがついにレディオガガに登場しちゃいます。もうお分かりかもしれませんけども、なんといいですか、世界タイトル6回、そして日本タイトル29回取っている現役のワールドチャンピオン、ついにレディオガガに来てくれました。いいですか、29回ですよ。まあ今のね、日本人の RC ドライバーいますけども、まあ、名実ともに間違いなく今トップと言い切ってもいいでしょう。今日は松倉直人選手に登場していただきます。おいしい。なんか、うん、世界戦に取れる気がしてきた。まあもうみんな必要ないかもしれないですけど、はい、ちょっと簡単に自己紹介していただいていいですか。はい、はい、皆さんこんにちは、松倉直人です。自己紹介ってめったにやらないんですけども、25歳のピチピチの25歳。好きな食べ物はラーメン、はい、カレーライス、はい、嫌いな食べ物はキノコです。ラジコンの出会い、出会いから教えてもらって。ラジコンの出会いですか、はい、ラジコンの出会いですね、ちっちゃい時に、はい、父親がラジコンをやってまして、うん、はい、もともと父親が仕事関係が、はい、実車の、まあ、車関係の仕事だったんで、はい、まあ、それを多分そのつながりで、うん、多分ラジコンをやってたと思うんですけど、まあそれで、まあ、家にラジコンを持って帰ってくるわけじゃないですか。このちっちゃい車は何だと、うん、まあ思った僕は、うん、ちょっとこれやってみたい。それが何歳の頃？それがね、多分8歳ぐらいだと思うんですよね。はい、小学校2年生とか、小学校 2年生、3年生になるかぐらいの時ですね。はい、まあ、その時に、まあ、これちょっとやらせてくれないかと、まあ、父親のラジコンを奪い、多分3分ぐらいでバラバラにしました。なんか父親の、友達と一緒にやってた、うん、なんか広場みたいなところがあったんですけど、うんうんうん、公園なんですけど、うんうん、まあ、そこの敷地内で、うん、まあ、ラジコンができるスペースみたいなのがあって、まあ、そこに例えばパイロンを置いて、こうみんなでこう8の字やったりとか、まあ、コース作ってみんなでこう競争したりとか、まあ、そういったところに、まあ、連れて行ってもらったんですけど、まあ、こんなのまあできるんじゃねえかと思って、まあ、プロポを渡してもらい、まあ、どうやるかも分からず、そのまま全開握ってポーンってぶつかってボッ壊しました。壊し屋なおとも、ね、壊し屋なんで、まあ、今でも変わらないんですけど、ね、今でも変わらないんですけど、はい、実際にその例えばラジコンのレースとか意識しだした、その、はい、サーキット走ったっていうのはいつ頃？サーキット走ったのは9歳ですね。9歳、うん、まあ、9歳の時に、うん、まあ、8歳から9歳にかけて、うん、まあ、一番最初に走ったのは、今でも、うん、あんまり覚えてないんですけど、イエローサブマリンとか、あとは多分三郷、はいはい、三郷にあった、はい、なんていうの、なんとかスタジアム、はい、RC スタジアムっていうその、はい、ごめんなさい、肌が、はい、あとは、まあ、レジャーランド、大田区かどっかにあったレジャーランドに、はいはい、そこの管理者が今で、はい、今のスペプロスペックの細田さん、はい、嘘、はい、が、その管理者としてやってたんですよ。あ、そうなの？で、うん、本当は子供って、うん、夜の11時からそう、ね、できないじゃないですか。まあ、それを細田さんがね、こう僕は責任取ります。それ言っちゃっていいの？あ、いいよね。いいんですかね、わかんないですけど、それね、C なんですけどね。あ、なるほど。こう、来てくれたっていう、はい、それで、まあ、父親が仕事終わって、まあ、全然話変わっちゃうんですけど、まあ、父親が話、なんていうの、父親が仕事終わって、で、まあ、仕事から帰ってきてラジコン準備して、そのままレジャーに行って、まあ、ラジコンを夜中までやる。なるほど。それがもう9歳ぐらい。そうですね。もう毎日のように。毎日ではなかったですね。まあ、毎日ラジコンやってたんですけど、まあ、コースに行ってたのは金曜日の夜、まあ、僕が次の日休みの、あ、なるほどね。学校が休みの、ま
まあ、ラジコンがじゃあもう大好きだったっていう。もうラジコン大好きでしたね。もうね、パッて見て、うん、こう一番最初に、うん、なんだこれってすげえかっこいいじゃん。なんかさっきも聞いたけど。まあそう、まあ、大事なこと2回言うんだ。う、大事なこと2回言う。初めてレースっていうのはもうそのぐらいには出ちゃった。ね、多分9歳の時に、うん、タミグラ、タミヤグランプリ、タミヤグランプリです。やっぱりタミヤグランプリ一番最初に出て、ジュニアクラスです。ほう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 、はい、負けました。まあ、それはガチ負けでいったんじゃない、ね。まあまあまあ、それはどこでやってるんですか。浅草です。浅草ロックス、昔あったじゃないですか、うんうんうん、あのなんかフットサル会場みたいなところにカーペット引いてなんかコース、ね、はい、うん、そこが初めてです。へえ、それが小学校3年生。そうですね。なるほど、はい、それが始めたレースで、はい、それはどんな車ですか。僕ね、今で覚えて TB01 かな。TB01 か02、はい、ツーリングカーです、はい、あとは FF0FF まあちょっと肌がないな。まあまあまあ、まあ、すみません。あんまり覚えてないです。なるほど。はい、でそこでやっぱもう悔しいって気持ちはもうその時から、もうね、ガン泣き、それで、ね、もう号泣。そう、それ何位ぐらいだったか覚えてる。いや、多分ね、 B メイン。全く A メインにもかすらないっていう、まあ、そのぐらいの、はいはい、確か A メイン残ってなかったかな、多分 B メイン優勝だったもんですよ、確か。あ、でそれが生まれて初めてのレースでしょ。でそうです。ただ、うん、負けてすげえ悔しくて号泣しました、本当。それだけ覚えてます。もうあの操縦台の上で泣きました。なんで僕勝てないんだろう。なるほどね、本当。かわいいね。はい、その時から多分負けず嫌いだったんでしょうね、本当に。じゃあそこからも悔しいから、はい、練習を毎日やってましたね。家に自分のコース、自分、例えばミニッツ、あ、ミニッツで、ミニッツで、ミニッツやってたんだ。ミニッツやってましたね。ミニッツで自分でその、うん、コース作って、うん、こう毎日やってましたね。学校行って帰ってきたら、うん、やったりとか、はい、やってましたね。そのぐらいこう、うん、ラジコンが大好きで、うん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 、早くなりたいっていう、うんうんうん、はい、もうその時すでにね、はい、だ初めてレースで優勝したのはまたタミヤグランプリ。タミヤグランプリです。ジュニアクラス優勝しました、はい、うん、それで優勝して、うん、あの世界戦に行ったんですよね、静岡。わーちゃん、わーちゃん、あ、もうわーちゃん行っちゃったの。わーちゃん行っちゃいました。まあ4位だったんですけど。松倉さんにもそんな時代が ありました、はい、ちょんまげして。かわいいやつね、はい、うんうん、昔ちょっと伝説じゃないですけど、うん、まあ、ちょんまげ野郎っていうふうに名前つけられてます。ちょんまげの時にタミヤグランプリ4位で、はい、一番下のクラス N1 っていう、ツーリングか、ツーリングか、 N1 ですね。それも10歳とかってこと。そうですね、小学校4年生、10歳、4年生年ぐらいですね。なるほど。で、それと同時に、うんうん、スポーツマンクラス、はい、JMRCA のスポーツマンクラスの全日本にも出たんですよ。あ、うん、同じ年、翌年かな、ごめんなさい、翌年かもしれないですけど、うんうんうん、それをこう世界戦出て、うん、あのもう上のクラスに行っちゃおうって、タミヤを卒業し、そこで卒業します。自分の意思で、それともお父さんの意思だ。まあ、わかんないですね、覚えてないですけど。覚えてないですけどね、多分自分の意思だったかもしれないですけど、うんうん、はい、あの矢田部アリーナに行ったのも、うん、そのタミヤの世界戦、うん、あの終わった後に行った。その JMRC のスポーツクラスのマシンとかは何ですか。はい、マシンはヨコモです。ヨコモ、ヨコモ、名前何でしたっけ。 SD なんか LCG とかありましたよね。 LCG ってあったありましたね。 LCG と SD をやってました。あ、なるほど、はい、それでスポマンに出て、スポマンに出て、うん、最初に出たスポマンがね、確か30位だった。あ、嘘。そう、マジで30位だったんですよね、その時に優勝したのが丸山くんっていう、覚えてます。我々翔平君。はい、我々翔平君。あ、ね、俺ね、彼とはね、実は因縁がある、はい、あ、そうなんですか。俺話したことあったっけ。ないです。俺ちょっと話していい。はい、いいですよ。俺ね、まあ、そうですね、僕が初めて出た、うん、あの全日本、うん、JMRCA の全日本ですね、は、うん、30位で終わって、うん、まあ、号泣しましたね。やっぱり、やっぱり号泣。でも5年生ぐらいとか、ね、もう5年、そうですね、4年生終わりぐらいになってますよね、うん、号泣、うん、この JMRCA スポーツマンクラス勝ちたい、うん、なるほど、っていう気持ちが今度湧いてきて、うん、まあ、来年、うん、その、まあ、翌年ですね、うん、勝ってやろう、必ず勝ってやるっていう、まあ、その気持ちでひたすら練習しました、うんうん、学校終わって、うん、もうダダーってダッシュで帰ってきて、うん、もうミニッツ、
やってました、ね、うん、ちなみに、うん、ちなみに、うん、あ、今なんか落とした、大丈夫ですか、大丈夫、ちなみに、うん、ちなみにあの学校行く前に充電してました、うん、あ、ほんと、はい、すごい。ミニッツってあのこう差し込んで充電できるやつがあるんですよ、ね、うんうんうん、あれを2個買ってもらって、うん、2個充電して学校行って、うん、で帰ってきてすぐこうバッテリーつけてできるように、うんうんうん、家の中で、家の中で、はい、延々と、延々でしたね、あの時は、はい、まあ、あとは公園行って、うん、あのタミヤやったりとか、タミヤのその、そのなんてアスファルトがちょっとあるとか、うん、あそこにお椀を置いて、うん、2個パイロンですね、うん、置いて、うん、8の字の練習したりだとか、あ、やっぱりそういうちゃんと基礎的な練習やってましたね、やってるんだね、まあ、その時に、うん、RC スポーツっていう本があったとしてます、うん、あった、あれの、うん、あの初心者向けの、うん、コーナーコーナーで、それを読んだ時に、うん、まず8の字を練習あとは白線の上をこうまっすぐ走る練習、はいはい、それをね、はい、こう見ながら、はい、よしこれやろうっつってなるほどやってましたね。その時はタミヤはもう出てはいなかった、タミヤはもう出てなかったですね、それが4位で悔しい思いしたのが最後で、そうです、一応練習して、でヤタベアリーナは週末の旅に行ってましたね、うん、ちなみに父親が土日仕事で行けなくて、父親の、まあ、母親にこれちょっと行きたいんだよねって連れてってもらって僕もお世話になってるそうです、まあ、ちなみに お母さん、あの、まあ、僕の母親は全くその車をいじるとかそういうの全く興味なくてですね、まあ、全て自分でやらないと練習できないよって言われてたんですね、はい、私は連れて行くだけだからみたいな、まあ、それでもいいから連れてってくれと、うんうんうん、はい、で、まあ、まあ小学生なんで、うん、まあ、ある程度その平日にタイヤ外す練習とか、うん、あとはバッテリー、その時ねバッテリーだったんですよ、うん、そのリポじゃなくてハンダでこう、そうなんですよ、あれのハンダを練習したいだとか、小学校4年生で、そうです、ちなみにハンダ握ったこともあって火傷しましたそんな時期もありましたね、もうひたすらその練習するために用意やら準備ですね、準備やらそのタイヤの張り方とか全部小学校の時やってましたね、すごい、まあ、でもそれは良かった、今思うと、そうですね、今思うとすごい良かったですね、でレースになると父親が休みを取ってくれて父親が来て、あーもう最高っつってラジコンやってない時はもうあのまあっつって走り回って遊んだりとかしてましたけど、だって一生懸命1年間トレーニングを積んで、はい、迎えた翌年の全日本、はい、それも矢田部だったんです、矢田部です、なるほど、はい、見事優勝しました、優勝することができたんですよすごい、まあ、すごい、あの時って、うんうん、スポーツマンでも180人とか、うん、すごい200人近い人数がいて、で、まあ、3日間で行われたんですけどね、うんうんうん、そう1日2、3回しか走れなくて、うんうんうん、もう僕やりたい、ラジコン早くやりたいってこうの言ってたのがこう今でも、あの覚えてるんですけど、もうそれ そうですね、いろんな人の助けがあって、うんうん、あの優勝することができて、うん、でそこから、うん、もう横間さんとかいろんな人からいろんな、うんうん、あのその会社の人から、うんうん、あのオファーがあって、うん、で最終的に決めたのが横間っていう、小学校5年生です、そうです、小学校5年生で、うん、まあ、スポーツマン優勝、うんうんうん、して、まあ、多分最年少記録になっその時はなってたんじゃないかな、うんうん、2004年です、2004年、僕が全日本チャンピオン初めて取ったのは2004年ですね、はい、それが記念すべき第1回で、記念すべき第1回です、めちゃくちゃ嬉しかったですほんとね、操縦台、操縦台じゃねえや、うん、表彰式、うん、もうね、すごい、今でもビデオあるんですけど、ほんとね、可愛いんですよもうね、松倉直人選手、優勝松倉直人選手って言ってダッシュでダダダダダって走れてトロフ受け取る前に操縦台の上にこう向かっちゃったりとかね、そういう面白いあのエピソードがあったんですけど、いや、ちょっと可愛いね、はい、まあそんな感じで、あの僕の今、師匠である後ろ坂まさみさん、例えばまさみさんが親子丼をオーダーしたら僕も親子丼秘密のね、特訓場所っていうのがあって終わった後すごい泣き崩れましたね皆さん、これからプロドライバー松倉真と、いつも動画見ていただいてありがとうございます。もしよろしければいいねボタンを
よろしくお願いいたします。非常に励みになります。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。